お元気ですか？僕趣味です。今日はチンジャオロースを作りました。チンジャオロースはね、やっぱりね、ピーマンとタケノコが入ってないとね、正直言ってね、美味しくないです。ピーマンのね、炒めるとね、甘くなりますし、タケノコのね、食感も大事なんでね、絶対ね、チンジャオロースを入れるときにはね、タケノコとピーマンを絶対に入れます。細くね、細く切ってね、入れますね。でね、今回はね、人参もね、入れましたけどね、赤パプリカや黄色いね、ピーマンですね、もう入れてもね、美味しいと思います。ちょっとね、思いつかなかったんですけどね、パプリカでごめんなさいね、黄色いパプリカも入れてもね、美味しいと思います。で、右側の方はネギをたっぷり入れた、卵スープと、ね、右上には、これはウイスキーのサイダー割りでね、いきたいと思います。でですね、2月の10日か11日、またね、カップ焼きそば、今度シーフード味ですね、出したいと思います。以前はこのね、北見の焼きそば、ごめんなさい、焼肉味ですね、ロコソラーレさんがね、監修したのを出しましたけどね、もしよかったらね、見てない方はね、ご覧ください。よろしくお願いします。明日か明後日ね、まるちゃんのカップ焼きそば、このシーフード味をね、動画に出しますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。